はい、これスマホをね、私の iPhone の 11 Pro Max 使ってるんですけども、今日はねスマホケースをちょっと2つ紹介しようと思います。1つはこちらですね。後ろにねカードが入るやつなんですよね。こういう風にこれ結構便利だなと思った方いません？割とね不便なんですよ。というのがカードを入れて2枚までです。1枚、まあ2枚ですね、3枚は入んないです。で取り出しにくいし入れにくいんですよ。で最悪なのがこれツルツル滑っちゃうんですよね、これね。だからスマホがパカッと落ちやすいですね。で私はこれおすすめしないです。あのなんていうんですかね、ツルツル素材なんですよこれ。パカッと、もうもちろんねグリップ効いてる素材もあると思うんですけども、多分ねこの類のものってのはないですね。であと最悪なのが、あのさらに最悪なのがね、これをなくした場合です。落とした場合ここにあるカードもなくなっちゃうし、でスマホもなくなっちゃうし、ダブルショックなんですよね。うん、それがちょっと懸念材料かな。最大のものはツルツル滑るんで使いにくいんですよ。でもう一つの方はね、こういったちょっとナイトライダーのデザインが入ってるやつなんですけども、これキットのね、見えます？こちらの方はねこのザラザラが両面についてて、しかもゴム製なんでグリップが効くんですよ。落としにくいんですよね。でこういう風にねパカッと入れるじゃないですか。今メインで使ってるのはこれなんですけども、カードが入れられないタイプなんですけども、やっぱカードはねなんかカード入れとか別に分けた方がいいなと私は思ってますね。で肝心なのがこれ、私先日ねカード入れなくしちゃったんだと思うんですけども、カード入れにどのカードを入れておくかってことを決めておいた上に撮影してこの中に入れておいた方がいいと思います。そうすると紛失した時にものすごく落ち着くんですよ。どのカードがなくなってどういう手続きをすればいいのかなってことが分かりますんで、私の場合は1時間で全ての手続き、免許証から、保険証からね、クレジットカード3枚とか、それから普通の会員証3枚っていうのはね、すぐに手続きできたんですよ。1時間ぐらいで全部終わりましたので、まああのね、カード入れに入ってるちょっとお金はね、諦めないといけなかったんですけども、まあ随分落ち着いたもんですよ。そういうふうな形でね、カード類とかがすぐ復活しますんで、免許証もすぐに、次の日にはすぐに再発行できましたんでね、本当にね、12時間以内に免許証は再交付が受けれて手に入りましたね。で、今日はこの、ケースですね、ケースの紹介だったんですけども、このねカードを入れるタイプっていうのは本当使えなかったです。使えないってことが分かりました。でよくポケットがついてるのもありますよね、メモ帳的なやつで、あれもねカードがね3枚とか4枚入る分は結構便利なんですけども、そうなるとこの太くなっちゃうんですね、これがね、この厚みが、カードの厚みで。でおすすめしないのと、あとマグネットでパカンとね閉じる分はカードがダメになります、磁気で。ですんでマグネットで閉じるやつは私は基本的に使わない派ですね。もうね今はすごくシンプルにこのケースだけ、もうこれだけっていう感じです。で何ですかね、ペイペイの決済とかも、もういろんなところでできますんで、もうはっきり言って現金とかカードを持ち歩かなくてもスマホだけでいいかなと思います。でこれ1個だけだったらねなくしにくいんでね。でもし持つ場合は、私反省したんですけども、ねでかいやつにしますと、財布はこれだとなくしようがないんで、で忘れた時も目立ちますからね。でこういう風なやつとスマホでこれでいこうかなと思いますし、場合によってはこれねこれ入りますんで、この中にねスマホが、でお金もしっかり入るし、カード類も入るし、あと最近でしたらこれ、ね、マスクも束で入るんですよね。すごく便利だなと思ってます。ということで今日はスマホケースの、紹介だったんですけども、いろいろとお話ししました。で以上です。